先日東京に出張に行ってきました。そこで、まあ、出張時に、まあ、Wi-Fi スポットであるとか LTE への接続、そして、まあ、あの新幹線の中でのですね iPhone5 の使用感などについて今日は報告してみたいと思います。で、東京の、まあ、都内についてからですね、山手線であるとかそのいくつかのところをいろいろ回ったんですけども、まあ、その都度ですね、この iPhone を取り出して LTE が、まあ、どれぐらいつながっているのかなということをですね、まあ、試してみました。まあ、これは AU がやっているようにですね、山手線のまあかなり広範囲のところで LTE がつながっているということをまあ確認して、まあ、同時にあのつながっているだけではですね、まあスピード、これだいぶ場所によって違いますので、まあ、こういったスピードネットのようなですね、速度のを計測するようなまあアプリなどをこう使いまして、まあ場所場所でですね、まあ場所、速度の測定なども行ってみました。まあ、多少ですね、この差はもちろんあるんですけれども、しかし、まあ、こう YouTube をですね、パッとこう開いて、こう動くぐらいのですね、速度は、まあ、どこの場所でもですね、LTE 接続がしているところでは出ていたように、思います。で、まあ、私は、渋谷の界隈をですね、まあ、比較的あちこち動いたんですけども、まあ、さすがにですね、まあ、渋谷は、その接続エリア、LTE の接続エリアがですね、非常にまあ広くてですね、まあ、さすがやっぱり東京はちょっと違うなっていうことをですね、まあ、感じた、次第です。で、まあ、よくですね、この LTE とか 3G の接続状況を確認するためにですね、この上にあるこのアンテナのこの数をですね、まあ、しばしばこう参照されるんですけども、これがですね、全部つながってるからといって、実際にですね、非常にアンテナの数がですね、速度の速さと必ずしも関係しているわけではありません。まあ、アンテナはですね、一つのアンテナの数は一つの基準にはなるんですけれども、アンテナの数と、まあ、スループット、実際の速度のですね、とは多少こう違いがありますので、やはりその場においてですね、実際速度をこう確認するという必要が出てきます。で、今回ですね、新幹線の中でこの iPhone5 をですね、試してみました。今まで私はソフトバンクの iPhone4 を使っていたんですけれども、ソフトバンクの場合にはですね、新幹線に乗ると、まあ、N700系のですね、新幹線に乗りますと、自動、何かそのサファリなどを開いたときにですね、自動でログインをして、Wi-Fi につなげてくれるんですね。まあ、しかし、これまでの経験で言いますと、実際にその、車内でつながる Wi-Fi の速度っていうのは非常に、まあ、遅くてですね、なかなかこう、快適に使えるっていうところからは、程遠かったので、まあ、au になってですね、まあ、どう何か変わるかなっていうことを、少し、まあ、期待しながら、使ってみました。で、まあ、これからお話しすることはですね、ちょっとうまくいかなかったことも含んでいますので、もし分かる方がいればですね、まあ、教えてほしいんですが、au のですね、ページをチェックしますと、新幹線で確かにつながると、au の Wi-Fi スポットではですね、自動的に接続するというふうに書かれています。そして、Wi-Fi、その設定の仕方はですね、もう非常に単純で、まあ、この au のホームページなども書いてるんですけども、この設定のところから Wi-Fi をですね、オンにするだけで、自動接続しますよっていうふうにこう書いてるんですね。ところが、新幹線の中では、オンオフをですね、こう繰り返してみたんですけども、まあ、残念ながら自動的には、接続をしませんでした。で、まあ、このですね、Wi-Fi につながる、まあ、たくさんのですね、Wi-Fi がこう出てきてですね、まあ、その中に、UQ-Wi-Fi という、まあ、AU が関係しているですね、名前が出てきてましたので、それをこう選ぶと、まあ、そのログイン画面が出てきて、まあ、ID、パスワードがこれ、求められます。ですから、まあ、実際そこには何を入れるべきかもですね、よく分かりませんでしたので、結果的にはその、新幹線の中で iPhone5 を、Wi-Fi 接続するっていうことがですね、これ行きも帰りも、まあ、いろいろ試行錯誤はしたんですけども、できませんでした。まあ、これはau のページをですね、素直に、まあ、読んだりとか他の情報も集めてみたんですが、ひょっとすると私のですね、何か理解不足かもしれませんが、まあ、この au iPhone5 をですね、新幹線の中で Wi-Fi 接続するですね、ところにまだ至らなかったというのがですね、今回の一つの報告事項です。で、その他ですね、
ちょっと驚いたことが一つありました。ちょうど台風が近づいてきた時に新幹線で東京から京都に帰ってきたんですけども、普段もちろん車内とかですね、公の場ではこのマナーモードにしてですね、音が鳴らないようにしてるんですけども、緊急速報がですね入ったんですね。どこそこで大雨でですね、避難してくださいみたいなですね。この緊急速報はこのマナーモードにして音をオフにしていたにもかかわらずですね、かなりの大音響でですね、こう なりました。で、私はもうもちろんオン音をですね、オフにしていますので、まさか自分ではないだろうと思って、あたりをこうキョロキョロ見渡したんですけども、やっぱり自分のポケットからですね、それが鳴ってるということに気づいて、慌てて、取り出したんですが、これはやっぱりちょっと注意しないといけないなということをですね、その時感じました。やはり、絶対にですね、音を出してはいけない場所とかね、そういう時っていうのがあると思うんですけれども、単にですね、マナーモードでバイブレーションがですね、こうブーッと鳴るだけであれば普段はいいんですけども、緊急速報が入った場合にはですね、結構大きな音で強制的にそれを知らせてくれますので、時と場合によってはですね、大変なことになるということで、やはり本当に大事な時にはですね、電源をですね、オフにしなければならないということもその時に感じた次第です。で、結果的に新幹線の中でですね、 iPhone5 を Wi-Fi に接続するっていうことを私はできなかったんです。で、ちょっとインターネットを調べてみるとですね、同じような経験されている方も他におられたんですが、ちょっと一つ発見もしました。これは買う前にですね、 au の iPhone5 を買う前に私は知らなかったんですけども、いろいろ調べている間にですね、au のこういう機械、この場合 iPhone5 ですけども、 iPhone5 を持っている場合にはですね、 iPhone5 の、Wi-Fi 接続ができるだけではなくてですね、手元にあるこの iPad とかですね、パソコン、ノートパソコンなどに対しても、もう1台ですね、Wi-Fi 接続ができるということです。これ実際調べてみるとですね、専用 のアプリをダウンロードして、アプリケーションをダウンロードして、設定してですね、接続するんですけれども、とにかくこのですね、iPhone5 以外、au の iPhone5 を買った場合にはですね、iPhone5 以外にももう1台ですね、Wi-Fi 接続ができるっていう、これ結局私は準備不足でできなかったんですけども、これはかなりですね、大きなアドバンテージといいますか、au のですね、サービスの、いいとこかなと思います。ソフトバンクにはですね、おそらく、そういう、iPhone5 以外にもう1台っていうサービスはですね、ないと思いますので、もし、ソフトバンクか au かっていうことをですね、考えておられる方がいれば、一つのこう違いとしてはですね、見ることができるんじゃないかなというふうに、思いました。ということで、今回ですね、Wi-Fi 接続自体は新幹線の中でうまくいかなかったんですけども、東京都内におけるですね、LTE の範囲であるとか、それから、au が持っているですね、独自のサービスなどについても、理解することができましたので、今後ですね、さらに、Wi-Fi のことについてもですね、少し調べていきたいと思っています。